今こそ信じ合わねばならぬのに。こちらの精鋭を出せ。パタエルクダルチャルシュコルイアッセン。
maestranza.待たせてしまったな。 堺様、ありがとうございます。安全なところへ。抜かるでないぞ。どうぞ、お受け取りください。
せ。末後の声の荒ければ闇路を馳せん渡り合いつつ、
ー法師が聞かせてくれた鎧の話知ってるよな。あの百姓の話か。そう、それそれ。知ってるけど言い伝えだろ。子供を寝かしつけるおとぎ話だ。かもな。でも万が一本当にあるとしたら戦で大いに役に立ちそうじゃないか。何を思案しておる。厄介事か。今は厄介事ばかりですが、麗しい地へ行けばしばらくは忘れられるものです。以前鳥の群れを追うと心が落ち着くようなところにたどり着きました。和歌を一首読むのに良さそうだな。戦に備えて心を鎮め体を休ませておきたい。早く戦が終わることを心から祈っております。ありがとうございます。もう安全だ。どうかお受け取りください。ここへ。
しらの精鋭を出せ。
You! Yeah, you!
動くな。来てくださったのですね。さあ早く逃げよう。どうぞこちらをお受け取りください。こっちだ風。遅かったじゃないか。心配したよ。捕まったかと思った。文を届けるのに手間取ってな。読んでもらえた。ハーンとの戦に加勢するって。そう願うが、待っておる暇はない。風が強くなってきた。朝には大風が来るな。ヒアリは無事に奪えたか。
痛手を負わせられるほどにね。それとクロードに従うため城を抜けた兵を見つけた。万端だ。夜明けと共に攻めるぞ。そう伝えるよ。みんなに会ってきて。話を聞きたがってる。坂井様、杉寺の長がいて心強いぞ。長だなんて名乗るつもりはありません。だろうな。だからこそふさわしいのだ。お主の兄君と僧兵らの仇を討とう。故郷を取り返すだけで幸せです。夢の中で呼びかけられた。姿は見えなかった。には傷し、ジン。雅子殿、おいでくださるとは。叱る時に参ると申したであろう。私もハーンを葬りたい。奴は夫を殺し、二人の息子を奪い負ったからな。必ず裁きを下しましょう。私も力を尽くそう。お休みを。明日は長くなります。もしくは短いか。いよいよですね。機嫌が良さそうだな。当然ですよ。一日中酒を飲んでますからね。あまり飲みすぎると明日起きられなくなるぞ。戯れはさておき、明日は力の限り戦います。鷹のためにも。頼むぞ賢治。お主に助けられてから随分と遠くまで来たな。陣は重くて引きずって歩いたよ。ほどこにしなきゃ村に戻れなかったくらい。全てはお主のおかげだ、ユナ。あんたは死ぬなよ。これまで辛いことばかり。大事な人も亡くした。お願いだ。だがハーンを止めねば。もういいよ。一緒に船を見つけて静かな地に逃げよう。戦は侍どもに任せりゃいい。それは本心か。いいや、俺が死んでも戦い続けてくれ。あんたってやつはひどい男だね。そろそろ休む？まだだ。今はあと少し共にいてくれ。
いよいよだ。この時を逃せば二度とハーンを撃てなくなる。ケンジ、ヒアリの手はずはいかに？いつでも矢の雨を降らせられますよ。よし、ユナの合図で放つがよい。モーコは束になってヒアリを奪いに来るだろう。我らはそこを叩く。火薬も弓兵も定められた場にある。さあ参ろう。サカイ、皆の者、ブーンを。いざ。ジン、志村様はいないね。じきに大風が来る。我らも始めるぞ。あいつの矢は放てるな。今だ。猛虎が来るぞ。すべてなで切れにしろ。誰一人通しちゃダメだ。恐れず戦え。進め。うまくいったね。猛虎は陣を整えておる。その隙は与えません。ノリオが丘の上の兵を率いておる。ならば落ち合い加勢しましょう。皆さんご無事で。この地で片をつけましょう。今日をハーンの命日にします。志村殿のご加勢は待ちません。私たちはダイモンを攻める。猛虎の気をそらすから、その隙に忍び込め。死にに行くつもりか。ここまで来たんだ、今さら引くつもりはないよ。おのおの方こそ誠の勇士。また生きて会おう。兵の相手は任せな。みんな声を出さんか。猛虎にかける情けはないぞ。戦え。破壊するに必要だ。クロードに続け。ネギをパスインだ。屋根に登らねば。敵陣を見渡し、ハーンの居所を探る。
櫓を登れば敵陣を見渡せよ。己も志村もくだらなかったからな。和平にも応じず己は戦を選んだ。ではその報いは本土の民に受けてもらう。この対馬からは出さんぞ。
島の民の無念思い知れ。敵討ちとはわらべのような浅はかさだ。対馬が己の墓場だ。すでに敗れたであろう。勝ってみせよどうしよう
れば次が来る。やれ、この名はついえぬ、とこしえ。いや、そうさせんぞ。ハーンは死んだが、その残党は隠れておる。奴らを追いやらねば誠の平和は戻らん。猛虎が去ったらどうなるんだ。また生きていくだけだ。もう先のことも想像できないし、自分が誰かもわからなくなった。民には希望を、猛虎には恐怖を与えろ。それで侍に追われろって。武士の心を変えられるのはお主だけだ。戦い続けろ。そろそろ立つぞ。叔父上が探しに来る。いや、来ないよ。戦の後に使いが来たんだ。和睦の申し出か。あんたに会いたいとさ。赤い葉が落ちるしんとした湖のそばで。大巫女、よく稽古をつけてもらった地だ。ついてこうか。唯一の家族だ。一人で会わねば。そうだね。鷹を思うとまだ胸が痛む。髪についた煙の匂い、小さく笑う顔、酔いつぶれた姿さえ懐かしい。あいつは私の全てだった。だけども一人きりだ。そうではない。俺がおる。クロードは島のみんなのもんだろ。